それでは決勝戦、今日の優勝者決めてよろしいですか？OK！ 行ってみたいと思います。先行はこのくじ引きで決まります。先行レッコー、後攻シェホン、そして決勝戦も8小節4本で行われます。そしてビートは選択制となります。そして先行レッコに選択権があります。まずは1本目のビート、 DJ カットマスター加藤を聴かせてください。そして2本目のビート、 DJ パトラ聴かせてください。さあ先行レッコ、どちらのビートを選択しますか？カットさんで。 OK！それでは口喧嘩祭スペシャル決勝戦、8小節4本となります。先行レッコ、後攻チェホン、 DJ カットマスター加藤、カーマセー。俺が挑戦者、そして今を生きる表現者、そして俺は口喧嘩祭の総決算を知りきった。俺が優勝で困らない運営さん、口喧嘩拙者が運転者。ドライブしていくぐらいの感覚、参加証明してる皆さん感謝御礼、あざわざありがとう。レゲエ畑から来たあなたをぶっ殺す、俺が現実離れ。え、誰が挑戦者？君は去年の頂点やん。撮ってるやん、全然挑戦してない。キング撮ってるから俺の方が挑戦者。決勝戦は完全即興って決めてる。それがヒップホップに対しての俺へのリスペクト。いろいろあってやってきたけど、レゲエ DJ でもちゃんと気づけるよ。そのリスペクト最初から払ってくださいよ。マイベスト始める俺がウエスト、ゴースト関係なくゴースト。いえ、俺があんたの心臓にロックオン。このバースが終わったらあんたはレッコ恐怖症。問答無用、想像の向こう、さらに高いところまで行くだけ俺はまがいものじゃねえ。サイコロ1からロック、この場所をロック、来てるすごロック、全員をすぐロック。いや、お客さんの方見てもええけど、俺と口喧嘩しようや。スキル勝負もいつでもできる、ラバダムでもできる。今日はお前と口喧嘩したい、もっとディスってこいよ。いや、お前に恐怖症なるわけない、お前より怖いやついっぱい見てきたからな。いや、そんなもんで俺に恐怖症なるわけないやろ。え、もっとビビらしてくれよ。じゃあビビってるからそんなに全然来てないでしょ。ネタがなかったらそんなにダサいバースなんですか。全然来ませないよ。あんたはマンネリか。ネタよりも即興の俺が完璧だ。みんなが感激しまうぐらいのラップ、あんたに逆にできるんですか。残念ながら俺はあんたも軽々突破、遥か向こうだ、ライトセーバー切り裂くバスターようだ。よ、いいもかっこいいし、最後に決めるのもかっこいいけど、全然会話してくれへんやんか。な、いいの王者かなんか知らんけど、俺は語り合いたい。もう何言うかも忘れた、お前が目がギンギンすぎてな。よ、今日はお前手荒れてよかったよ。口喧嘩ポンズ、みんなありがとう。これが俺なりのリスペクト、完全即興は崩さない。お前へのリスペクト、すべてにユージさんにも。そのリスペクトが生ぬるくしてるって言ってんだよ。だからあんたもディスしっかり吐いてこいよ。全員満員、口喧嘩感謝御礼。俺は胸を張ってここで参加証明。知り切ったってことは頂点、見ている当然。狂犬のよう吐き出してく功績、わかる？俺と当たったのが絶望的。俺が生む去年の KOK 超える衝撃。まだあった。よ、俺はな、まあいろいろあるからやられへんけど、お前には頑張ってほしい。でも俺も負ける気はない。来年、再来年、UMB と KOK の予選から全部出て勝ち上がってる。それぐらいの気持ちでやってる。今回だけはちょっと無理かもしれへん。だからお前が頑張ってくれ、優勝してくれ。拍手ぞ。終了。まずは
この試合を戦い切った2人の選手に盛大な拍手を。それでは口喧嘩祭スペシャル決勝戦判定を行いたいと思います。先攻烈光、後攻ジェホン。口喧嘩祭スペシャル優勝は烈勝したレッコには賞金30万円、そして2025年1月11日トヨスピットで行われるキングオブキングズ2025グランドチャンピオンシップファイナルへの出場権が与えられます。おめでとうございます。じゃあレッコ、ウイニングラップいっちゃいますか。いっちゃっていいですか。いいよー、ありがとうございます。やらせてください。このビーツでいいんじゃないかなんて思うぐらいビートなんてなくたってもうすでにラップしたりねぐらいだぜ。当たり目やるいがこんなんじゃ足りねえと思うぐらいのラップだぜ。でみんなが見ているこの場所でこの口喧嘩超える証明、2年連続口喧嘩が KOK 優勝、今年も取りに行くぞ。 Yeah! 見えてるやつが見えてないもの、もういっぱいあるが俺のこの目の付けどころ、偽物ぶっ殺すパンチラインは捨て頃。 Yeah! つまり丸裸この生身だからこそできるこの会話と魂、今日当たった人にも今日来てくれたみんなにも感謝御礼ありがとうございます。口喧嘩祭優勝は烈光。